かった、間に合った。今の状況は6回の裏ツーアウトだよ。あ、打った、わ、ホームランかも。あー残念、ファールだって。今日の先発ピッチャーって田中だっけ、ドラフト指名1位だった。そうだよ、相手の先発は斉藤だって。斉藤ね、よく知らないや。松本選手は最近見ないよね。松本は肘の調子がおかしくて先月手術したんだよ。そっか、プロ野球選手も大変だね。あ、次の打席は誰？阿部だよ、最近調子いいんだよね。打ってくれ。ボール。今のストライクだろう。なんだよ、次は打つぞ。わあ、デッドボール、痛そう。今のデッドボールわざとだよ、ひどいことするな。わあ、監督が抗議し始めた。あの監督の抗議毎回激しいんだよね。今日は退場食らうかも。わあ、乱闘始まったよ。ベンチからメンバー全員出てきちゃった。わあ、そして今度は大雨降ってきた、豪雨だ。突然の豪雨のため本日のゲームはサスペンデッドゲームといたします。残念、いい調子で盛り上がってたのに。次の打席は誰？打席、打席就是打击的那个位置，所以呢，打席是指他站在那个打击的那个位置的意思。打席。嘿，再来，阿部最近調子いいんだよね。調子いい，調子いい就是状况不错的意思。那这个用词用在这种的那个选手的他的状况以外呢，还有另外一个意思。就是他很轻浮，然后呢，看别人的脸色，这个人的为人做法都会跟着他改变的，那就是有一种带着讽刺的语气哈，他好像是随时都是到处都是会拍马屁的之类的。那形容这样的人说啊，あの人は調子いいな、調子いい。对，所以那种人也可以形容用这个单字哈。用这个单字来形容。